この影一文字の方法、運によっちゃうんだよね。これで吹っ飛ばしてこっちに来て、吹っ飛ばしてこっちに来てっていうパターン入れば勝てるけど、これパターン入んないと運によっちゃうんだよな。強火が本当うざい。マイル。倒しはデレなんだけどな。この魚野郎を倒す方法とメリットを解説したら伸びそうですけど、なかなか難しいな。やっぱ運によっちゃう。倒せるんだけど運によっちゃうんだよね。確実にこれっていう方法がな、あ、あ、え、え、これ誰でも勝てんじゃないあれ誰でも勝てるんじゃないこれ。影一文字で石化させれば誰でも勝てるんじゃない。水神の鱗落とした。え、超簡単だった。い、なんかでも汚えな、これ。なんか汚えな。まあ、いいか。勝てばよかろうなのだ。ぷかー。あれ、これ水神の鱗でいいんですっけ。これ水神の鱗でいいんだっけ。水神の鱗でいいんだよね。これでいいんだよね。なんか他に落とすとかない？あ、なんか前なんか落とさなかったの、これ。水神の鱗落とさないんですよね。